まりました。神戸セーラーボーイズの放課後バック整理ツアー。はい、この番組は僕たち神戸セーラーボーイズの魅力をもっともっと皆さんに届きたい、知ってもらいたいという思いを込めてスタートいたしました。神戸セーラーボーイズは2023年4月に誕生した関西初の演劇ユニット。10人のメンバーが新神戸駅前の劇場アイア 2.5 シアター神戸を拠点に精力的に公演を行っています。目標は満席の劇場に歌声を響かせること。仲間たちと共に日々努力を積み重ねています。ということで、前回に引き続きゲストの方に来ていただいております、俳優の上田圭介さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。もう板についてきてるやん、 MC が。前回ですね、上田先輩に自己 PR を見てもらおうと題しまして、はい、僕たちメンバーの自己 PR を上田先輩に見ていただくという企画を行ったんですけども、いや、もうほんまにね、ご主ご用というか、めちゃくちゃ素敵なやつがいっぱいあったんで、まだどんな個性を見れるのか楽しみにしております。はい、ありがとうございます。前回はご覧の5人が挑戦した45秒間の自己 PR、 今回はこちらのメンバーが挑みます。トップバッター田中くんの自己 PR は CM の後です。お願いします。頑張るぞ。神戸セーラーボーイズの放課後バックステージツアー。さあ、それでは上田先輩に自己 PR を見てもらおう、始めていきましょう。やったー。ではこの先、僕中川るきやが MC を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初の挑戦者ゆうま、行きましょうか。はい、全力で頑張ります。いや、行ってきます。今回のトップバッターは八重歯がチャームポイントの田中優馬くんです。では行きたいと思います。制限時間は45秒です。よーい、スタート。田中優馬です。はい。カンパーナでサンティアゴ、カンパニータでサンミゲーソンドーカンパナヒタナハゲレスペタンアヘデソンドーカンパナヒタナハゲレスペタンアヘデアーアイレレイロアイレレイロダバティトスパンコメコンゴヨシェーロー。おお、今のすごいな。なんかカンパニーの中にユートピアみたいなこと。カンパニー。超スペイン語で。スペイン語か。はい、まさかそのやりながら歌うとは思えへんかった。全部見せたんちゃうこれ。できることで。やることはやりきれました。さあ、続いての挑戦者は。ドゥルルルコウちゃんでーす。コウちゃん。めっちゃ緊張してるんですけど、頑張りたいと思います。はい、続いては、とっても緊張している津山幸四郎くんのチャレンジ。それではいきます。よーい、スタート。高校1年生15歳、津山幸四郎です。僕はダンスが得意なんですけど、いろんなダンスをやっていて、ジャズダンスとかやってるんですけど、その中でもタップダンスを今から披露したいと思います。うん、ありがとうございます。おお、またありますよ。まだ時間もありますよ。僕のお気に入りのステップがあるので、うん、それを披露したいと思います。終了。やばー、すげー、すごい、着感もバッチリやん。素晴らしい。いや、でもめっちゃ緊張してました。ほんま。いや、よかったよ。ありがとうございます。ちょっと持って帰ろうかな俺。ダメです、ダメです。東京連れて帰ります。さあ、続いての挑戦者はドルル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 リストです。リスト、イエーイ。
じゃあちょっと用意してきます。いってらっしゃい。用意。続いては番組オープニングで MC も務めてくれた崎本リストくんが登場。よーいスタート。崎本リスト15歳です。僕は最近ギターを始めまして、そうですね、特技はギターなので、今回は神戸セーラーボーイズオリジナル曲の僕らカラーを皆さんに披露したいと思います。いきます。僕らからナララララあげるパワー、ナララララ僕らからナララララハッピーネクス。まだ時間余っておりますよね。はい、それでは銀河鉄道39続きましていきます。The Galaxy Express 39 I'll take you on a journey I never had any journey Hello押し切った。押し切ったね。ああ、どうでしたか。いやすごい。最近始めたん？そう、今年入ってから。そんな時間も経ってないね。こんなカメラの前で、すごいやん、堂々として。絶対。返事全部それ。判断してくれよ。ここまで3人終了しましたけど、上田さんどうですか？ちょっと予想外だった。フラメンコ、タップ、ギター漫談。ギターです、ギター。漫談はないです。漫談はしないですね。さすが持ってるねと思いましたよ。ありがとうございます。神戸セーラーボーイズの放課後バックステリーツアー。さあ続いての挑戦者は、デレレレレ、はい、おー来ました。次はリュウちゃんです。よろしくお願いします。かわいい、かわいい、赤ちゃんやん、もうかわいすぎる高橋龍之介くんですが、この後イメージ激変。よーいスタート。はい、高橋龍之介です。平安五段っていう方をやります。ん、平安五段。ございます。出ろー、やばー、かっこよ、やば。あー、3秒間のもじもじ可愛かったね。こんな可愛い顔してんのに、なんかめちゃくちゃオスの顔してたからね。あー、守られたい。守ります。いつも守ります。守ります。それ言っといた方がいいわ。はい、守ります。可愛いな。それではラストになります。ハルト、はい、見ようか。頑張ります。頑張れ、いけいけ。最後の挑戦者は高山ハルトくん。ビシッと決めてくださいね。それではハルトの自己 PR タイム、よーいスタート。 Hi, my name is Haruto Takayama. I'm third grader of junior high school. I have been studying English since I was three years old.Because I wanted to be a pilot. I'm now studying at junior high school where I can take classes in English. The class like falling atmosphere and I like it. I enjoyed there. I can't speak fluently, but I hope to beFluent by graduate. せーの。いやーすごいね。それ俺に言わせるんすか。その赤文字のカンペ。上田圭介先輩は僕の超憧れの人ですって英語で言ってみて。Mr. 上田圭介、I respect you. ありがとうな。もう俺もなんか恥ずかしいわ、そんなに。大好きです。
2週にわたって全員の自己 PR を上田先輩に見ていただきましたが、はい、なんかやり残したみたいな、おお、ありがとうございます。チャンスタイムやと思うで、はい、行きたいよみたいな、まあ、それで言ったら僕なんかちょっとやっぱあんたが行くんかいMC は回すねやろ僕がやりたいわけじゃないですけど、ああ、欲しい、あ、いいじゃない、いいじゃない、やってほしい、うん、まあ、このメンバーで唯一19年生きてる方がいまして、はい、誰だ、その方がまあモノマネをやったんですよね。おお、その時に別のモノマネ思いつかないわけがないと、おお、疲れたね、疲れた、めちゃくちゃいじられてるやんですけども、じゃあじゃいジャイアンえ、そこだ言います、おい伸びたこれだけ学習小生まで行かない、もうそんなんでモノマネって絶対言ったらあかんねんカメラの前でもうあの持ち玉がなかったんですよ神戸セーラーボーイズの放課後バックステージツアー、上田先輩、はい、僕たち神戸セーラーボーイズと絡んでみていかがでしたか。いやもうほんまにあれよ、みんなのあの才能をあの浴びました。いや人見てくださってる皆さんにもあのみんなの良さとかが伝わって、あ、公演見に行きたいなとかって思ってもらえる、そんな番組になったんじゃないかなというふうに思いますよ。めっちゃ素敵でした。ありがとうございます。じゃあ最後はみんなで締めましょうかね。はい、はい、神戸セーラーボーイズと放課後バックステージツアー、神戸セーラーボーイズ定期公演ボリューム3、なんて素敵にピカレスク、天使を憐れむ歌を12月20日よりアイア 2.5 シアター神戸で上演いたします。皆さんお越しください。お待ちしております。